闇の鏡に導かれし者よ。いざ導かん、闇の力を秘めし者を。なんだよ、俺は誰ともつるむ気はないぜ。お友達ごっこなら他を当たれよ。俺は自分のために必要なことをするだけだ。山、それは五感を刺激してくれる場所。さあ、あなたもぜひあのときめきを。水筒、方位磁石に懐中電灯、忘れ物はなしと。登山の準備にもだいぶ慣れましたね。住む。さあ、山へ出発です。雨の日の山も魅力的ですよ。例えば苔、濡れている時と乾いている時では雰囲気が大きく変わるんです。ガーゴイル研究会のメンバーは一人だとか。高尚な趣味をお持ちだと共感を得られず苦労しますよね。ガーゴイル研究会のメンバーは一人だとか。フロイドに登山の感想を語ったら1分もしない間に寝てしまいました。趣味を分かち合えなくて残念です。ガーゴイル研究創設時から日誌に活動内容を記録しています。読みたい？どうぞ。何を見ても驚かないでくださいね。